プラティナムっていうのは売上賞っていう感じかな。うん、オーストラリアでダブルプラナム他のメンバーが全然本気にしてくれなくて、俺だけなんかドッグスターになるぞみたいな。そんなら俺が全部楽器やるわっていうことになって、うん、そのきっかけで出版契約結ぶことになったんですよね。僕は16歳の時に。マジで歌詞もめちゃくちゃ大切。うん、そうだよね正。正直歌詞が良くなきゃヒートとかどうでもいいんですよね。 最近は<の>キ,ャキャッツアイっていうグループの「タッチ」っていう曲のプロデュースをやっていてうん、うん、先週ぐらいはスポティファイのグローバル・バイラル得意とか言ってて毎日ツイッターを開いて <laughs> 今日は何の出来事昨日はアッシャーが踊ってたマジで <laughs> はいということで今回の。 ゴーキャストのゲストはタカペリーですお願いします get it. Get it, get it. いや一番最初に会ってから1年ぐらい、ね、そうだね去年の9月九月だと思う、うん、あってまあなんか俺はその前から勝手にフォロー試してたから見ててい興味めっちゃあってはいはい,ついにはいはいは <laughs> <laughs> いは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 いいはいはいはいにいは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 いい はどううしようかな、まあ、まあちょっと何をしてるかはい多分日本でいろいろ最近めちゃちゃ出ると思うんだけど、はい、知らない方がいるかもしれないんでちょっと自己紹介的なことをしてくれたらはい、はいえー、タカペリ、えー仕事プロデューサー作曲家作詞家まあ音楽関係だったら何でもやってる感じですねお<ー>、えー、日本とオーストラリア LA ロンドン、まあ、結構グローバルに回ってやってます、はいえー、いやすごいねなんか俺飯塚とか見ててもさ、はい、いつも海外にいるによ そうですね。そう。だからすげえなんか、おもろいんだよね。もうインスタン見てたらさ、いろんな国の風景見たら。だって俺,俺の拠点がどこだかわかんない人が結構最近増えてて。そうだよね。LA 住んでるとか、住んでないからって。結構多い。<laughs> そういう感じだ。そうだよね。<laughs> いや、<う>なんかでも今回もさ、前回もさ、多分日本に行った時、そんなにいなかった二週間とかしなかったかな。そう、2、3週間で。うん、そうだそうだ。え、今回は結構長くいるんですか今回はもうがっつり年末まで四ヶ月半ぐらい。滞在、うん、頑張ります。いいね。いいね、いいね、いいね。<laughs> え、結構さ、 いろんな海外周りなんかやってると思うんだけど、なんか、その、俺ちょっとまあ、あの、バイオっていうか、まあ、ウェブサイトとか見てもらって、見させてもらって、うん、で、結構さモ Multi Platinum ー,ーって、これ結構いい、うん、いいなと思って。あ、そうそうそう。うん、え、これは、プラティナムって何なのまず。プラティナムっていうのは、うんうん、やっぱりなんか海外だとこう、売り上げ、売り上げ賞っていう感じかな、うん、なんか、あの、ある、ある数まで曲が売れれば、はい、まあ、ゴールドになったり、プラティナになったり、いまあ、 プラチナ、その2倍になったら、一応、そこ以上はマルチプラチナになってるっていう感じですね。なるほどね。で、そのときぐらいのプラチナってでであ国によるんですよ。国によるんだ。だから、アメリカのプラチナは1 million sales。1 million sales。で、オーストリームもそうストリームは、1500ストリームが1セールみたいな感じに。それもまた国によって変わる。なるほどね。で、その人口によっても変わる。オーストラリアのプラチナは7万枚。 へ人工的に1ミリオン売れるわけないからなるほどだからオーストラリアで多分ダブルプラトナムかな、うん、トリプルプラトダブルだねダブルプラトナムで、うん、えとルエルっていう人の「えっとヤンガーっていう曲を2018年ぐらいにまあ あの、少しプロデュースで参加させていただいて。<ー>で、そこ以来もずっと、あの、タカペリーの前にはマルチプラチナを入れるようになってますね。<笑><笑>いいねいいねいや、それはもう、え <laughs> 全プロデューサーの夢でしょ。<laughs> そう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 。プラチナも入れるっていう、う入るっていうのはそう。いや、それがすごいなと思って。そう。いやー、素晴らしい。 そういう,そういうことですね <laughs> えちなみになんだけど <laughs> まあちょっとこう、まあ、いろいろ、まあ、なんかルエルまさきってまあルエルだったり、うん、デンゼル・カリーとかキャシミア・キャットウィリー・ウォンカジェピー JP ・ザ・ウェイビーシラップとかもう結構ビッグネームとこういろいろお仕事されてると思うんですけど、はい、えすごいねえもともとはその今はもうプロデュース基本的にはこのビートプロデュース全部作,作詞とか全部やってる感じなの そうですね。もう結構あの、自分結構洋楽から始まったので、洋楽だと結構ライティングセッション、コライトで始める形が多くて、やっぱりこうみんな集まって、元からそのトラックだったり、はいはい、歌詞、リリック、メロディーとか全部一緒に考えて、楽器も結構弾くので、なるほどね、その場でじゃあピアノ入れてみるとか、その上に歌詞乗っけてあ、次ギター入れてみるみたいな、<ー>結構なんかナチュラル、ナチュラルで、 こうみんなで作り上げるような環境で作っていますね、大平は。それがクライドセッションっていうんですね。そうですねはあ、おもろいそう。で、なんかその制作文化があまり日本ではそれほどなくて、うん、なるほど。で、結構なんかトラックをこう持ち込んで、その上にボーカルを載せるっていうのが多くて、やっぱりそれも別にいいんですけれど、なんかやっぱり一緒にみんなで作ると、うんうん、なんか作れる音楽が、 全然違うから、うんうん、そのやり方をもう少しこのなんか日本の音楽業界になんか導入したいっていう感じで日本でいつも頑張ってますね。おおあ、そうなんだ。はい、なるほどね。え、それは、えっと、結構じゃあ、ポップとかヒップホップとか全然関係なく、やっぱどんなその業界というか、ジャンルでも結構そういうのが海外では主流なのかな。そういう印象あります。なるほどですね。へえ、おもろいですね。いや、結構そこもおもろいなと俺は思ってたところがあって、もともとタカ君はその、 あのまあ、ポップスとかそっち系もやりつつ結構そのヒップホップだったりとか、はいまあ、K−POP っていうのかなとか、ね、いろいろこういろんなジャンルをこうやられてるイメージがすごいあったんで、はい、なんかそれは結構おもろいなと思ってていやおもろいっすね,ね <laughs> え結構それはやっぱりあ,あんまなんていうんだろうなんかさ俺からしたらやっぱそのヒップホップとポップって結構そのちょっと違うイメージがあるんですよあそれはそうです、ね、そうですよねでもなんか作り方とかは大体一緒なのかなですかねそうですねまあ あのやっぱりスタジオに入った雰囲気は多分そのもちろん,なんかヒップホップだと結構夜とか夜中のセッションが多くてポップスだったらまあ日中なのでかえってこう日中にポップスをやって夜にヒップホップのセッションに入るとかちょうどいいかも <laughs> <laughs> なるほどねあそういう感じなんですね、はい、おもろいなえもともとプロデュースとしてそ始めたきっかけというか始めたきっかけは中学生時代ずっとロックバンドとかやっていて。はははいいい 学校の友達とやってて、うん、で俺はその時はなんかロックスターになりたいみたいな単純に夢を見てた時期ででんかあの他のメンバーが全然本気にしてくれなくて俺だけなんかロックスターになるぞみたいなデルージョンになってて、ね、でそんなら俺が全部楽器やるわっていうことになってあのベースも弾いてたしピアノも弾いてたし<ー>ドラムも少し頑張ったし。 でそれをこう組み合わせようってなったときにやっぱりそのレコーディングをできればこうなんか最初ギター弾いてそのようにドラム弾いてできるからそのきっかけで13歳のときプロデュースレコーディングを始めてそれ以来ずっと止ままってませんねすごいね。 なるほど。そんな感じで始めたんですね。<laughs> しかも中学生はい。<え>ロックとかヘビメタ。ヘビメタ。はい、ヘビメタ系だとしかもそうそうそう。今,今でも好き。<laughs> 今でも好き。あ、そうなんだ。結構そういうイメージないですけどね。ない、ね、曲とか作ってんのは違うもんね。<laughs> 全然違うです。<laughs> でもいつかヘビメタのなんかアルバムとか。<laughs> やってみたいそうです、興味あるね。はい、え、ちなみにあの、育ったのはどこですか育ったのはオーストラリアの、えー、首都キャンベラキャンベラ、はいはい、ね。生まれ育ちずっとキャンベラで、うん、えっと高校生あ高校終わってあのシドニーに引っ越した。はいはいはいあの。音楽をやりに。うんでそこから、それが2016年にシドニーに引っ越して、そこからなんか本格的に音楽活動を始めることになって。はいはいはい。はい。 もうずっとシドニーですね。ずっとシドニー。それからはもうずっとシドニーなんだ。はい。で、まあ、ここ1年間ぐらいで、ちょっと自分でも拠点がわからないくらい、ちょっと世界を飛び回っていて。<laughs> すごいな。今は、今はちょっとあの、なんか、拠点グローバルにしておこうかな、みたいな。<laughs> 拠点グローバルかっこいい。む <laughs> ちゃくちゃかっこいいそれ。バレチブラチナグローバル。<laughs> よろしくお願いします。それいいね。え、でもさ、結構さ、結構それ理想じゃない 理想です。ね。はい、やっぱ音楽って、もう今はさ、ネットでもう出せるし、はい、やっぱそのいろんなところで作れるわけじゃない。そうですねで。インスピレーションとかもさ、やっぱいろんな国もあったら、はい、多分一概インスピレーションもあるし、いろんな人と出会えるし、こう、いろんなこのケミストリーが生まれて、はい、なんかいい曲ができるんだろうなと思って、はい、なんかそこを目指してる人はめちゃくちゃ多いんだな、多いかなと思うんですけど。そうですね。やっぱりなんかいろんな人と出会えて、 それが多分一番このなんかプロデューサー生活の中でいいところですかね。NA、うんね、で友達がいて、ンンてもいろんな友達がいて、日本に来て、いろんなこう違う音楽業界の世界をこう、うん、出入りしているような感覚が結構楽しいですね。ハーフ、ですかミックスハーフお母さんが日本人で、お父さんがあ、まあ、アメリカ人なんですけど、家族がなんか2歳の時にオーストラリアに移民して。はい ずっと、まあ、オーストラリアだから、オージジャパンハーフって。結構その、オーストラリアとか日本人とか多いですか,うキャンンとかそうですね、なんか、多分韓国人とか中国人の方が多くて、日本人のコミュニティはどこ行ってもいるんですけれど、うん,うん。割と少ないですね。やっぱ少ないイメージ、はいまあ、そうですよね、でもなんか最近は結構あれなのかな。 あのワーホリとかで日本人も勢いなってんのかなと思うけど、シドのてますね、なんか来て、なんか田舎でブルーベリーをなんか拾ってるイメージは、めちゃくちゃあります。ーー <laughs> ーベリ,ーーベリーファーム行ってきますとか、いい,い,いんじゃねみたいな。<laughs> 結構いるよね、なんか農場が多いのかな、やっぱ農業か。<laughs> そうな,んなんかそれってなんかビザの条件なんだかは分かんないけど、はいはいはい。かなんか 単純にみんなブルーベリーがめちゃ好きな人が来てるだけなのかが分かるんないけど <laughs> とりあえずみんな行く。えどうですか日本であのオーストラリアで、はいまあ、日本の血も入りながら、まあ育ってるわけですけどなんかそういうので自分の中で何て言うんだろうなんか自分の音楽なのか自分の人間なのかに影響を与えてというか経験とかあったりしましたかいやでもめちゃくちゃあるですね。なんか子供の頃から、うん なんか家庭で流れてた音楽も日本のやつもあったりまあ普通に洋楽もあったりでなんかテレビとかも日本のテレビあったりオーストラリアのテレビあったりもうなんか育ちがもうなんかぐちゃぐちゃになって,てもうなんてアイデンティティ両方っていう感じですねなるほどですねどういう音楽家流た日本の曲でう日本の音楽だったらやっぱなんかブルーハーツとかえ えー、妹が、ジャニーズとかがめちゃくちゃ好きで、うん、あ,あのー、<laughs> 聞きたくなくても、嵐とか、スマップとか、平成ジャンプとか、そこら辺もなんか放課後、毎日ガンガン流れてましたね。<laughs> <laughs> やめてくれ。<laughs> やめてくれ。あおろいで、ね。え、<laughs> そういう文化ってさ、向こうでも人気ますかなんですか ?K-POP とか結構人気のイメージあるけど、そうですね。まあ、うん、僕が子供の頃は多分、 それほどまだきてないやっぱりガンダムスタイルでだいぶこう海外にも k p o p っていう認識が出てきたと思うんですけどそれほどなかったですねそうだよねなんかね k p o p 今めちゃくちゃすごいっすよねいや今ブームですよ今ブームですよはいここ34年かとかここ34年だ BTS でようやくこうなんか誰でも知ってる音楽になったと思うなるほどで k p o p のお仕事もやられてるっすよねはい 最近はキャッツアイっていうグループの「タッチ」っていう曲のプロデュースをやっていてそれはなんか K−POP っていうよりは K−POP のやり方をアメリカのガールグループがやっていて一応、そのハイブ韓国だったハイブが BTS とかの事務所でハイブとアメリカのレーベルゲッフェンっていうレーベルが合体してこのキャッツアイっていう。 グルーープをデビューしたっていうことですねううだ,だからもう歌詞とかも、うん、雰囲気とかも全部洋楽寄りなんですけれどやっぱりその振り付けがあったり、はい、その k p o p らしさいろいろなんかプロモーションとか通してあったりっていう感じですかね。そ、うん、そういうういことなんだえそれはもう 結構、まあ、そこがめっちゃ、t h です、そういうメッチとアンパックだと思うんだけど、どうしようかな、まあ、もう入っちゃいますか、えど,ういうどういう感じでそう、このキャッツアイのプロジェクトに参加するようになったんですか去年の終わりくらいに、俺、勝手になんかあ k p o p 作れれば楽しいなみたいな感じして、<う>なんかそのとき、うん、はなんかニュージーンズとかにめっちゃ俺、させてて、オーストラリアでいつも一緒にこうコライトで曲を作ってる。えー コーダ・バンクスっていうアーティストとなんか k p o p 作ろうよって感じになってスタジオ入ってまあいろんな曲を作ってたっていう感じで,でその作った1曲が「Touch」だったんですよね「Touch」のデモ版だからまあリリースされた「Touch」とは少し違ってたんですけどその時点でもコーラスとか全部できててで彼女が「Coda ・バンクス」がキャッシュミア・キャットと友達でセッション終わってなんか投げたんですよねファイルを。 方にかかってきて、<う> Yo what is this bro? This is this is fire みたいな感じで、<ー>でそっからなんかいつの間にかあのまた FaceTime きてなんかキャッツアイっていうグループのシングルにしましたっていう感じになって、あそういうこと？その時点ではまだデビューしてなかったから、は果たしてどんなどんな大きさのグループになるかは分かんなかったけど。<laughs> そうでなんかそこからいろんな他の LA のライターとかがいろいろ曲触ってバースとかは変わったんですけれどうもう1月今年の1月ぐらいの時点でもう曲はもう完全にできてたそうなんですねそっからずっとこの発表まで待ってましたねはい、はい、え,ー、え今すごいですよね なんか、先週ぐらいはスポッティファイのグローバルバイラルのなんか7位とか6位とか言ってて crazy, そう、本当に今はなんか世界なんかトップストリーム、グローバル MostPlayedSongs のなんか150位とか言ってるからなんか、ね、なんか すごいなって、なんか毎日ツイッターこう開いて、<laughs> 今日は何の出来事昨日はアッシャーが踊ってたマジでやばすぎだろ。すごいっすね。<laughs> そう。だからなんか俺もそういうなんか、そこまで曲がこう、俺が作った曲が回るのが初めてだから、<ー>か毎日なんか新たな。 <Experience. S 2> <Experience. S 1> いやすごいね。え、それはちょっと、そ,そこの制作にもちょっときょめっちゃ興味あるんだけど、もともとはそのよく制作してる人と K-POP 作ろうよみたいなノリで作って、で、その、コールバックス ャッシュ、コイルバンクス。コその人はな何の人なんですか彼女もアーティストやってて、でもその普通に作,作曲作詞もめちゃくちゃ上手くて、そういうことね。で、なんか K-POP も興味あって、ではい、はい、K-POP だと結構なんかそのピッチ系が多くて、もうその曲をもう 基本全部英語で作って、うん、ビートも作って、うん、歌詞も乗っけて、はいはい、それをそのまま、まあ、ハイブだったり、SM とかだったりに提出するんですよね。へう,うなんか SM とかから、ハイブとかからそのブリーフシートみたいなやつが来て、今月はこのグループはこういう曲を探しています。はいはいはい。このグループは、ね、それがセラフィムだったり、ニュージーンズとかだったり、来て、うんうん、それになんか当てはまる曲あれば、 提出しててくださいっていっう流れで送るんですよ、ね、でそれが使われることになったらでそこからまあ歌詞は大体大抵韓国語に振り返られてでももう曲はもうそ,そのまま使うっていう感じが多いですねへだ、うん、からその面ではやっぱりこうなんかヒップホップのビートメーカーがそのビートストックとして集めるのと同じように k p o p やってる時はもう歌 なるほどね、リリックとか歌詞入った状態の歌をストックで集めてそれでもなんか k p o p だったらジャンルとかも幅広いから、はい、R&B とかあったりダークなヒップホップとかあったりグループによっても違うからいろんなバイブスの曲をいろんな人とこう作ってピッチする感じですね。そういうい感じなんだ <laughs> 抽選だけど実力勝負だから。まあ、そうですね。うん、こ送っていいなと思ったやつが選ばれるってことですね。あ、そういう感じなんだ。まあ、結構おもろいですね。じゃあ。そうですね。なんか、なんか楽しい。ね、結構曲だ、まい、フルふるの曲をもういっぱい取得しなきゃいけないってことだ。とそうですね。結構。はい<ー>。まあ作ったら何回でもいろんなとこ送れるから。あまあね。あの、使われなかったらみたいな。僕が増えるにつれて、その、ピッチできる曲が。 確か多くなっていくからだ、はいはい、少し楽になるっていうかはある,あ<ー>あるね。なるほどですね。うん、え、その作詞とかもやったりするんですか自分で作詞も、はい。実際、こう、自分で歌うのは、そんなにないんですけれど、やっぱりなんか、歌詞もめちゃくちゃ大切。うん、そうだよね。正直、歌詞が良くなきゃ、なんか、ビートとかどうでもいいんですよね。ほーあの。歌とかって、やっぱり、みんなやっぱり歌詞とメロディーを聞いてるから、まあ確かにそうですね。プロデュースは、やっぱり、それのサポート役だから、うんやっぱり 俺もできる限りその歌詞とかがちゃんとうん、うん、し,していた曲を、うん、プロデュースしたいから、はい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 。やっぱり、ね、やっぱりこうスタジオ入ってもう曲作る前はなんかアコギと一緒に歌うみたいな感じで<う>曲作るとかはある,<ー>あ,るありますね。あそうなんですね。わあおもろしろいな。え もともと最初にプロデュース、まあ、その最初バンデスだたわけじゃないですか、そこからそう自分でプロデュースできるってなって、もともとはなんかど,どういう形で自分はそうプロデューサーになろうと思って、に行ったったていう感じそうですね、高校時代の時になんに、俺の高校になんかソングライティングキャンプみたいな,なんか、<う>ソングライティングプログラムみたいなやつが来て、その時来たプロデューサーがなんか、 マライア・キャリーとか,なんかマイケル・ジャクソンとかのエンジニアやってた人が僕の高校に来て2日間作曲とか作詞ワークショップをやって、えー、そのきっかけでなんか結局彼のなんか出版会社にあの出版契約結ぶことになったんですよね僕は<あ>16歳の時にマジで高校3年生の半ばぐらいにえ出版契約を。 <laughs> すごい、ねね、バリエリートやん、はいはいはい、でもその時点で高校終わったら俺はシドニーに行って音楽を、ね、もう頑張って本職にできるまでやってみるしかないっていうノリでもうなんか車に服を入れて17歳の俺がシドニーに。 ドライブした感じです、ねえー、でもそこまでいったらね、もうね、もう行こうってなるですよねそうですね、やっぱりなんかやってみてできなかったの方が、なんかできないからや,や,りやらなかったよりは全然いいと思う、確かに後悔はない、できなくてもなるほど、ねえ。出版契約っていうのは、何なんですか出版契約っていうのは、まあ、英語で言ったら、パブリッシングっていう,うで、で yeah. えっと、まあ期間、期間が決められてて、うん、大抵3年とか5年とかで、うん、その自分が書いた歌の著作権 著作権の管理をするってことで、はい、だから、やっぱり印税の処理<ー>とか、書いた曲をあなんかシンク、だから、まあ、CM とかそのテレビショーとかに使ってもらうようにテレビ局に送ったり、<ー>えーまあ他のコライターをするためのライターとかとつなげてくれたり、はい、結構いろいろですね、やっぱりその、えー、<laughs> 単純に言うとその自分が書いた曲を お金に変える人う <laughs> そういうことか。ですね。え,ー、えそれってちょっとどこまで言えるか分かんないんですけど契約しますって言ったら契約費みたいなのもらえるんですかそうですね。大抵契約費はあってあ、はいはい、それはもうなんかそのライターのサイズによって何十万から何百万から何千万から何億万とかいくんですけれどでその契約費もらって、まあ、その契約費でその あの他の仕事をしなくてよくて本格的に音楽をやりなさいっていう感じであとからこう曲からもらう印税からその,あの契約費はあの払い返すみたいなアド,バンスい、ね、アドバンスってことだはそういう仕組みフ,リフリーマニーではないフリーマニーではない、ね、まあ先にもらえるからフリーなんだけどこれはでも結構さよくあの音楽業界でも結構あのさ 勘違いしてる人が多いたらかもしれないけど結構分かってない人もいるのかな、ね、みたいなまあそのレコード契約ももちろんその契約費とかもあるからこうなんかやっぱり初めて契約結んで何百万とか何千万もらったから俺これ使えるんだみたいな感覚で、うん、<laughs> あのラッパーだったらねもうすぐなんかジュエリー買ってドリップ買ってでやっぱり家賃どうしようっていう方になるね次の週。<laughs> そうそうそう、うん、だからやっぱりなんかこうずっしり入る時もあるし何も入らない時もあるからやっぱりその音楽やってるとやっぱりそうなんか自分のこうまあクリエイティブの管理もあるけどうん、うん、やっぱり自営業でビジネスやってるからそ,、ね、その管理をどうするか習うのもめちゃくちゃ大切だとうんうん、うん、確かにいいと思ってますねなるほどっすね、うん、えちなみになんですけどやっぱ結構まあそれそのパブリッシングリューズとかっていうのは 結構メジャーえー、まあメジャーもありますね。メジャーだったら、ワーナーチャップルとか、なんかユニバーサルパブリッシングとか、はいそ,うね、そういうのは大物で、うん、で、なんかその下になんかインディペンデントでいろんなパブリッシャーとかも,もたくさんあって、うん、なんかそのメジャーの、メジャーにつながってるけど、別で、はい。 あの会社としてやってる、はいはい、まあ、サブシデリ,リーとか、インプリントみたいな感じで、やってる、あのパブリッシングのとこも、めちゃくちゃありますね。はい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 、なるほどですね。え、でも、結構それってそのポップの、ポップスとかだけじゃない、ラップとかもそうなんですかラップも,ップもやっぱりなんか、曲が売れるなら、うんうん、その、印税とかでもらえるお金もあるから、うん、それやっぱり誰か管理していなきゃ、はいはい、なるほどですねえ。プロデューサーサになりたい人とかも、まあ 数は少なくても、はい、まあ少な数いると思うんですよ。で、なんかそういう人たち、まあ、最初始めた時とか、まあ、結構一発目からこの、まあ、ディールを、こうパブリシンディールをいただいてるから、はい、まあちょっと特殊だとは思うんですけど、はい、なんかこの、プロデューサーとしてキャリアをプログレースするためにどういうことをしてきたとか、うんうん、なんか、 ううままっったことうまくいったこことととかやっぱりなんか俺,俺がその、まあ、17歳にその契約を結んでそれは別になんか、うん、あの契約費とかもなんか全然大したもんではなかったんですけど、うん、全然あの素人で何の経験もない人なので、うん、その時はでそれシドニーに引っ越して結構なんかいや DM とかもう DM でいろんな人に売ったりなんか。 あの、普通にネット検索とか、あの、うん、押さえたトリプル J っていうラジオ曲があって、うんはい、そこになんかいろんななんかアーティストとか流れてて、この曲いいなとか探ってセッションやりましょうみたいな感じで、で、なんかちょっとずつこうなんか、 まあなんか10人くらいにやりましょうって言って1人くらいがやりましょうって戻ってきてパワームシでで、まあ、この人と曲をやります曲が出ました<ー>で誰か聴いてくれた、うん、また誰かがあその曲聴いて、うん、プロデューサーしてるんですねんかやりましょうみたいな感じになってあちょっとずつこう曲を作っていろんな人とつながっていくうちになんか少しの成果が出てそのなんか成果の積み重ね っていう感じですかねんなんか小さい出来事がたくさんあったっていう印象はありますねはい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 <う>ああなるほど、ね、こう一つのこれで全部変わったっていうのは今でも全然ないですね、うんうんうん、ああやっぱ1個ずつ1個ずつ一個ずつもう次の挑戦をこうずっと狙ってる感じはい、はい、ええじゃもう本当に自分から DM するんだやりましょうみたいなそうですねほわそう今でも今でもめちゃくちゃ今あだっ、ね、たら結構なんかあの これから送る方と、うん、そっちから送られてる方で結構半々ぐらいなんですけれどやっぱりこう今までそうやってここまで来れたからうん、うん、そのやり方を今でも続けなきゃだめだなって,思って、うん、めちゃくちゃ重要なことですね重要ですネットワーキングネットワーキング -is your... なんだ y いや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  r k is your n e いや o r いや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 そういや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 でやい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 たいや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 いそうやいそうやい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 いやいやいやいいや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 いいやいやいて、やい 超重要だよなと思って、そういう。重要,重要、重要、うん。あの、ゴールデンラッシュの、なんか、切り取りが、リールに出てきて、こういうのあるんだ、みたいな日本でもって、面白くなって、誰やってんだろうって、見つけました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。なるほどですね。え、すげえな。え、ちょっと、まあ、ちょっと、いろいろ、まあ、それで、いろいろやってきたと思うんですけど、なんか、最初はビートとかは、どういうふうに勉強したんですか ビートも全部 YouTube とかですね。YouTube と Google と Redit。Redit ですね。Redit。Redit は特殊ですね。特殊ですよね。コメント欄とかですごい知識があって。はいはいはい。でやっぱり最初は一応13歳の誕生日プレゼントで両親からレコーディングソフトウェアをプレゼントでもらってそこでいろいろ音楽を作り始めてこれどうやるんだろうとか わかんないことがあったら、うん、とりあえずそれを YouTube とか Google で検索して、うん、あ、こうやるんだ。まあ、次、同じことが起こったら、もうわかるじゃん。はいはいうん、うん、確かに,確かに。それをもう何回もやっていくうちに、ちょっとずつなんか、あ、なんかいい感じにできてきたな、みたいな。ほ<ー>大抵なんかプロデュースって始めてから最初の3年間とか 4, 4年間ぐらいが結構、なんか辛くて。あそうなんだ。こうなんか自分が作ってるビートの音質が、やっぱりこう自分が好きなアーティストの うん、曲の音質とやっぱり差があるけど、その差が実際なんだかが具体的につかめないとか、うんね、その時点で諦める人、ほとんどいると思いますね。うんまあそうだよね。結構テクニカルなもんじゃないですか。結構もう、そう、本当になんか、そのソングライターの,そのクリエイティブと、本当になんか IT やってるような気分で、なんかスタジオいる時もありますね。特になんかミクシングとかエンジニアとかそういうのはやっぱり。 確かに数学的な面もありますね,そねえ。そういうのもやるんですかレコーディングエンジニアも。でもやっぱりさっき言ったようにそのコライトセッションとかだったら、はあ、っあの僕がプロデューサーとして入っててはい、はい、アーティストがいたりだからボーカル取る時も鍛える時もあもピアノ録音する時とかも全部やっぱり自分でできなきゃできないのでやっぱりあの自分でいろいろできるほど、うん、作れる曲,曲の幅も広いから。はいはいはい 確かにね。うわ、なるほどですね。めちゃくちゃおもろいな。え、ちなみになんですけど、まあむちゃくちゃ、これは、あの、ちょっと答えれるかどうかわかんないですけど、プロデューサーってやっぱ儲かるっすかえー、そうですね。やっぱりなんか、えー、最初は誰も儲からないですね。まあそうですよね。最初は、えー、儲からないし、やっぱり、儲かる、儲かり始めても、やっぱり第一が、その、ビートがただ単作るのが楽しすぎて、うん。 あのビートが好きだから作っている感覚でやってなきゃ金目当てでやってたらうん、うん、多分考えがちょっと間違ってると思いますね。やっぱりそのっぱ収入の安定さは多分どのレベルいっても結構こうん、うん、多いう感じなのでうん、うん、そうですねやっぱりでもまあ一応ここ6年間ぐらいはもうフルタイムですごいよ、ね、プロデュースだけやってなんとか。 なんとか生きてます。いや、世界中回ってるんでね、言うても、最近はちょっとにぎやかだけどちょっと盛り上がってきました盛り上がってきました。実際にそれ、なんか、ラップとかだったら、なんとなく、スプリットとか、このリリースするときに何パーセントプロデューサー、何ラップみたいなイメージはなんか湧くんですけど、メジャーとかはどういう感じなんですかメジャーとかも同じ感じですね、やっぱり。 もう一人のアーティストとコライトで曲を作ってそれがリリースされますってなったら、はい、あの一緒に作った時点で、うん、その著作権のスプリットは半々、平等だからその部屋の中に入ってた人の数で割るんですよねあそうなんだそうそれは結構なんかアメリカとかだったら「uh, unspoken rule」だから3人入って曲作ったら33%ずつで。 分ける<ー>で、その分けた上、そのプロデュースしてた人は別に、えー、そのプロデューサーのひあー、まあ、ギャラみたいな感じをもらって、そのギャラはなんか、あのレーベルとか、そのアーティストの状況によってもいろいろ変わるんですけれど、うんそうね、大抵プロデューサーだったら、こうなんか、インディーズのアーティストのバジェットがあって、うん、メジャーのバジェットがあって、うん、だからその、やっぱりその、 プロデュースしてるアーティストの大きさによってもそのビート代とかでもらえる予算とかも変わってくるのでいろいろっていう感じですねそうなんだでも結構意外にちゃんと分けられるもんなんですね結構意外だったかもしれないです,そうです、ね、メジャーでもそうなんだメジャーでも多分メプロデューサーとして多分メ,メジャーが一番なんか注入としては儲かりますねほう、うん、なんかこれ分かんないんですけど、はい、日本で俺聞いたのはメジャーとかだったらもうビート買い切りみたいな 買い切りりもありますねやっぱりそのプロデューサーフィーの代わりにあなたの印税の分を買い取りますみたいなあなるほどっすねで、まあ、そういうのも別にわ悪いっていうわけではないんですけどやっぱりこう,う、ね、なんか自分からこの曲の印税がどれくらい儲かるかってなんか曲出る前全然わかんないからまあそうね 買い取りしてもらって得した場面もあれば、確かに。なんかめちゃくちゃ曲がバズり始めて、あ、俺この印税打っておけばよかったってなる時もあるから、それは本当にな、まあ、ビジネスですね。そうですよね、<ー>そうですよね。コライトセッションっていうマインドが結構少ないのか、まず日本だと多分。少ないですね。なんか結構日本で印象があるのは、やっぱりこう、うんうん、ヒップホップはまたちょっと違うんですけれど、やっぱりこう、こういう曲を作りたいですみたいなオファーが来て、プロデュース。 でき,できますかみたいなはい、はい、依頼性が多くてだから結構スタジオとか入ってる時はなんかこのリリースに向けての曲を作ってるっていう感覚で作るのが多くてアメリカとかだったらやっぱりこうなんだろうもうとりあえず「Let's get in the studio」曲を作ろう,うでいろんな曲を作ってなんかこのやつやばいねみたいになったらこれをリリースしようって後から考えたりもしくは一緒にセッション入って。 このアーティストのための曲だったけどちょっと違うからなんか k p o p 投げるかみたいな,ん,なんかこうとりあえず曲を作るとりあえず曲を作るはいはいはい、はい、でやっぱりなんか、えー、みんないつも作る曲が全部優秀っていうわけではないからまあまあまあねこうなんかそ,そういうやり方の方がなんかプレッシャー感はないっていうかそのやり方を今ちょっといろんな日本のアーティストとも やろううっていう感じで、うん、結構でもそういうなんかコライトセッション初めてですっていう日本のアーティストとか多いですねへえやっぱそなん,んなこの場でこういうふうに作れるんだみたいなはい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 、はい、それが結構なんか個人的には嬉しいです、ね、<へー> <laughs> なるほどアメリカのアメリカにっていうかまあ欧米のことスタイルをこう持ってきてみたいな日本でやってみたいなねそうほなるほどなめちゃくちゃ面白いなそういうことかえちなみにあの1年のスケジュールってどんな感じですかそう,そういう1年のスケジュールって えっと最近は結構あのシドニー飽きたっていうか音楽業界小さいから、ね、人口がだから天井は結構あってオーストラリアで結構なんかここからどうするっていうことになるとやっぱり海外行く人が多くて<ー>で LA とか行ったりエロ n 行ったり多いんですけれど僕はなんか前からずっと日本語話してるから。そうね であんまり多分4年前くらいまであんまり日本の音楽協会とか全然意識しずにもう普通になんかウエスタンプロデューサーとしてやってたからそこでなんかなんで俺日本でもやってないのかなっていうちょっとライポーブモーメントがあってちょっとに日本も頑張ろうっていう感じで、うん、こっちでいろんな人とちょっとずつ、うん、触れ合うことになりましたね。 なるほどですね、でもそれでもいろんなとこ回ってる、ね。それをやりつつ、LA とか行ったり、ね、ロンドン行ったり、やっぱりこうネットでやるのもいいんですけれど、実際、こうインパーサンで曲作れれば、なんかその印象は高いっていうか、確かにね、アーティストからの信頼感ももらえるし、実際、この DM で来てるメッセージだけじゃなくて、本当に人だし、セッション終わってこう飲みに行ったり、食べに行ったり、うんうん、それで、なんか、普通に友達になって。そうね みんなこうアーティストもそうだと思うんですけどなんかやっぱり友達と作りたいそうね音楽は確かに,確かに音楽ってめちゃくちゃパーソナルだからはいはいはい、はい、こうなんか音楽性が合ってるだけじゃなくてこう人格とかパーソナリティとかもみんな知りたいからうん、うん、そうねそうねそれ結構重要だと思ってはい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 いろんなとこ回ってるだからコーライドセッションしながら本当に世界回りながらっていうのをそうですねやってるってことなんですねそうですねいやーすごいっすねいやーめちゃくちゃおもろいなえ あのちょっと戻っちゃうんですけど、うん、あのラウル、ルエル,はい、ルエル、すみません、ルエルのあの一番最初のヤンガー、はい、これ、この最初のプラチナ、人生初プラ,人生プラチナですねお、その制作過程というか、どういう感じだったんですかえとその曲は、俺がメインプロデューサーではなくて、もう一人、M、エンフェイズっていうあのプロデューサーがメインプロデューサーとしてやってて。はいはいはい なんか俺がいろんなデモを送ったんですよね「M フェーズズ」に。でなんか俺今「ルエル」のアルバムやってるんだとかさここのシドニーのここのスタジオ1週間借りてるからなんかプルアップ。<笑><笑> 来てくださいみたいな感じになってその時17歳だからリュックってさその時17歳だったんだまだ18かなもしかしてジャストでそこ入り込んで彼はメインスタジオ使ってて俺が横の部屋で一応データ送るからいい感じに何でもやってみてみたいなへえ1日中両方別の部屋で制作してエアドロでデータとか投げたりしてそのまま1週間終わって多分数か月後なんか この曲とあともう,あもう一曲 n o t t h i n k i n g b u t y o u ってやつも参加して、うん、なのでそれがそ,その時では今までの一番大きいハ、はい、ラスメントでしたねなるほどですねえその時の仕事っていうのはどういう感じだったんですかそのビート打ったりとかそういう感じビート打ったりなんかまあ適当にこうなんかドラムだったりシンセとかだったり自分的にいいなっていうやつを ただ入れたって感じですね。でもそいつも、いつもただそういう感じですけどね、スタジオも。でもそれがいいってなって、使われて、プレイテントとしてみたいな。ですね。はー。だからめちゃくちゃこう先に、先に仕事してから、こうなんか、後からこのスプリットとか考えるのが、ですね。とりあえず曲を作って。うんうんうん。いや、そのマインドめっちゃ重要ですよね。重要。やっぱ、なんかその、最終的に、まあ、クリエイティブじゃないですか。もう音楽っていうのは。やっぱその、 結構お金とか考えがちだけど、やっぱ今、うん、あの、うん、ヒップホップのさ、ラッパーとかやっぱアメリカ見てたらさ、儲かってんじゃん、ジュエルやって、もうドリップしてて、もうアイスイーみたいな、儲かりそうだな、<laughs> 俺もラッパーになろ、うみたいな、<laughs> って人結構中には多いと思うんですよ。そう。でもなんか、いる。 そこじゃないというかまずじゃないそれはおまけ美味そうそう、ね、しいおまけだけどいしい <laughs> めちゃくちゃうまい確かにねでやっぱ作るっていうマインドがね <laughs> やっぱ一番重要なのかなってねちょっと話聞いててめっちゃ思ったっすねそうですねそれはもうなるほどね<対>えそれはもうインスピレーションとかもあるんですかそれともなんかとりあえず曲作ろうみたいな入ってそこから考えるみたいなそうだねやっぱり俺的にはこうなんか曲作る前にこうアーティストと なんかいろんな話してただ変やみたいな知りたい相手のことをなんか入ってすぐどんな曲とかって言ってもさまだこうなんか人としてつながる機会がないから本当になんか結構初セッションで最初の23時間ただ話してる時とかはあね人,生話人生話でなんかその人生話してる中で結構そっから曲の課題とかが。 浮き出てる場合多いから、ねでなんかこれ、それいいかもねみたいな、それの歌を作ろうみたいな、<ー>でもその時点でいろいろ話してるともうあの、お互い相手もちょっと馴染みはあるから曲も作れやすくなるし、なんかかアイディアも発言したくなるし、やっぱりなんかこう、痛い環境にスタジオはしなきゃ。うん、なるほどね こう仕事とか、let's get it, let's work, like,、ね、next song, みたいな、そういうなんか考えだったら、曲は作れるけどね、すごいいい曲は作れるのかな、<laughs> なか疑問。<laughs> 疑問ね。ほー、いやー面白いな、なるほど。 ちなみになんだけどなんかやっぱヒップホップとか、まあ、結構マルチになってると思うんだけど今日業界ごとでこれ違うなみたいな,なんか気づいた違いとかあったですかまあもちろんそのさっき言った制作方法とかは日本独特だなって思うしうん、うん、大抵その洋楽の,そのなんか英語話す国のオーストラリアアメリカ、うん、ロンドンとかは、まあ、ある程度その制作方法とか業界も同じ感じに仕組んでてだから割とこうオーストラリアのやり方で知ってる人が LA に行くのは 簡単だと思うしうでロンドンとかも簡単だと思うしアジア全体的に独特ですね、うん、k p o p も全然また違うんですけれど制作方法から曲のリリースのなんか契約の詳細とかも全然印税の管理の仕方も違うしうん、うん、もちろん言語も違うしどこ行っても一から習って日本来た時も初めてこう。 どういう感じで音楽作ってるか一からまた学んだ感じですね。はあなるほどですね。え日本では結構ヒップホップをやってるイメージあるんですよ、これの中で。そう、最初、うん、最初こう日本に入ったきっかけがやっぱりヒップホップやってて、その時俺もなんか<の>今でもアーティストやってるんですけど、あのアーティスト活動でなんかシングルに JPTHEWAVY が、はい、乗ることになって。その2000そ 19年かなうん、うん、そ,その時日本来て、そのシングルリリースして、いろんなちょっとセッションいろいろやって、うんで、なんかまたすぐ戻ろうっていう時にコロナが出てきて、2年間ぐらい日本行けなくなった。はあ、そういうこと。コロナ中ずっとシドニーはいてはい、はい、でもその時に結構なんか DM とかでいろんなラッパーと、 がりだからコロナ期間中とかもウィリ・ウォンカとかと DM とかでつながってカウンターとかのアルバムも一曲ネットとかで提供することになってレオン・パのラキストとかもネットでつながって1 2 3 c っていう曲を一緒に出したりしてだからそのコロナが終わった時点で結構もうなんかオンラインでネットワークが日本で広がっててそうういことかもう行ける瞬間行き始めてました。ですぐ けるっててすぐ来ここ2年間は毎年3か月ごとぐらいに1か月こっちで音楽作って来るたんびに知ってる人とかも増えるじゃないですか。セッションやってあとどっか飲みに行ったりパーティー行ってこの人と会って来週木曜日空いてるみたいな感じになってスタジオ入り込んで来るたんびもうちょっとだんだん盛り上がってるって感じになってようやくなんか。 こっちの音楽だけでも、うんうん、あの、本職でできるくらい、あの、プロジェクトが増えて、うん、今ちょっと年末まで、しばらく、しばらくこっちで、あの、音楽活動やるっていうことになりました。なったんだ。なるほどっすね。え、どうっすか日本の業界は結構いいいや、いいですね。結構ね、うういいあの、これは多分日本社会的のことだと思うんですけど、うんうん、みんな計画好き。うんうん、はいはいはい。なるほどね。 Uh, 普通になんか7月に10月のスケジュールとか聞かれたり。ああ、そういうことか。Uh, 10月の10日どうですか、うん、?13 時でいいですかとかさ。<laughs> 時間帯とかわかんないから今。<laughs> <laughs> <laughs> なるほどね。LA いる間こうやっててさ、うん、あの10月の何々空い,いてますかとかで、LA の人は普通にさ、<laughs> What are you doing tonight? まあそうね。Uh, <laughs> Brow do y ブロ a pull up? I'm free f r o m seven みたいな感じで。LA は超適当。<laughs> ね、LA は行くとき、毎回こうなんかスケジュール半分ぐらいの日付、スケジュール入れて、残りはなんかついてから運命、ついてからのお楽しみ。はいはいはい。そうそうそう。ほう、なるほどね。朝に今日はいてっけどみたいな。<laughs> ドタキャンされて入るみたいな。<laughs> <laughs> えそれって自分でスタジオって誘惑したりしてくのやっぱ、えース,えー、スタジオはあ日本もそうですけどやっぱりなんか相手が持ってる時もあったりしてあそっか相手の事務所が持ってる時もあったりしてうん、うん、どうしてもないっていう時は借りる時もあるですねでも日本が案外そのスタジオの数が少なくてあそういういもんなんなですね結構なんかクソのクソの部屋かめちゃくちゃこんなによくてもないような部屋があって <laughs> はい、はい、その間がないんですよね。 ああちょうどいい感じがね、アメリカとかだったら、やっぱりこうなんか、100ドル程度とかで1日借りて、そんなファイナルとかやる部屋ではないけど、一応スピーカーとキーボードとマイクぐらい揃ってて、ライティングができるような部屋があって、はい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 。日本だとないですね、そういうのが。一番日本はスタジオを探しにくいです。あそういうもんなんですね。えー、いずれか自分の建てたいですね。 日本ってスタジオ少ないんだ。まあ、やっぱ音楽の人口が少ないから自分でやるみたいな。人口少ないし人口密度高いから、その音の苦情とかも来やすいと思うし、基本なんか日本の建物って壁も薄いから、なるほどね。普通のなんか卓烈とかできるとこはあんまない,いまああ、そういうことか。でもさ、アメリカ、なんかやっぱアメリカとか LA とか行ってみると、普通になんか部屋見たらめっちゃいい部屋でもうスタジオみたいな。そう,そう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 。なんかよりめっちゃかっこいいなっていつも見てて。そう。あのインスタとかで誰かが載せてる。 こんなかっこいいスタジオがあるんだみたいなそうだからそういうの日本ないね欲しいね欲しいっすねもう作るしかないじゃないですか作るしかないね最近調子いいんでそう一応シドニーでは自分のスタジオ建てててそれは今ちょっとただそこに機材置いてるだけで貸し出しとかしてないですか貸し出しもたまにしてますね友達とかあんまり他人とか 出すすまでではじゃないですけどうんうん、うん、そういういもんなんなです、ね、そのスタジオも丸ごとこう日本に持ってきてもいいのかなみたいな。お確かに確かに確かにせっかくねこんな楽器になったら、ね、えこの4か月はどういう感じの予定とかあるんですかこの4か月は、まあ、基本ずっと東京滞在なんですけど、うん、再来週あ再来週からまた韓国行ったり韓国、ね、また韓国行って多分。 もしかして LA とかも,もう1回ぐらい行って、基本ずっと東京ベースにしてる感じですね。うん、で、こっちのアーティストにまあ普段やってるようにセッションやったり、遊んだり、出んだり、work hard, play hard と <Yeah. S 1> か、普通になんか俺は今までこう、がっつり日本で滞在したことがないから、普通になんか日本に住むことを知る4ヶ月っていう。 すごくないですか日本にそんなに長く滞在してない日本語めちゃくちゃうまいじゃないですかそうえー、っとねこれは、うん、あのいろいろあって、うん、俺が子どもの頃小学時代は毎年2か月 2>、はい、あのお母さんが出身が宮城で,宮城だで毎年2か月そっちの小学校に行って2か<う>月体験入学って感じで<ー>日本のど田舎の学校に通ってうん、うん、ほう でそれでだいぶそれで日本語も話せるし家庭の中があの英語の日と日本語の日があってだから週,週 4, 4回火曜日、木曜日え忘れたけど4回は日本語だけ<え>家庭の中 no English in the house what? で英語の日が3日間あって、はい、no Japanese in the house 親がそういうふうにしてたんだそうそれでめちゃくちゃ厳しくてほう日本語しったら叱られる英語喋ったら叱られるマジでそうお父さん両方とも両方話せるからあそういうことそうだからそれで家庭の中も結構両方の言語で分かれてたし土曜日学校みたいな感じで一応小1から中3までは毎週土曜日通って漢字練習とかやってほう っていう感じで、うんうん、まあ日本語話せるようになったんですけれど、うんうん、まあここ2年間ぐらいで結構なんか、日本の、な,たなんて言うビジネスとかなんか、レーベルの人とかとも触れ合う場面が多くなって、まあね、日本語力結構ここ2年間アップしたと思います。<ー><ー>でも結構それ武器っすよね。だって日本語喋れて、でちゃんともうもうか、なかなかその海外とかでこう活躍しているプロデューサーって、まあ少ないじゃないですか、日本って多分。そうですね。やっぱこう グローバルーバじゃないところが多分あると思うんでまだそうなんか正直オーストラリアにいて日本語が話せるっていうことはなんかふーんっていう感じでへえすごいねみたいな感じで,はい、はい、で日本来て、うん、あの日本でこうプロデュースしてる上英語も喋れるし、うん、洋楽もこう触れ合ってるっていうのはもういつもすごい武器だなっては思ってますね。ももちろん,こうなんか海外日本ののアーティストも結構海外の アーティストとコラボしたいとかもいろいろあったりして、それで、でも言語が話せないから、なんか結構そういうとこに間に入って、プロデュースしながら、両側のこうなんか、え、まあ、リクエストとか、コラボレーションをやるみたいな。やって、まあそういうノリでシラップとかとも始まって、初めてつながった感じですね。彼が、なんかオーストラリアのカウリー・ジャンっていうアーティストと、 曲を作りたいなって感じになって、たまたま俺がシラップともその時話してて、うんうん、俺がコーディ・ジョンのシングル何個かオーストラリアで普通にただプロデュースしてて、あ<ー>であ、ここ知ってるんだみたいな感じで、<ー>日本行ってシラップとセッションやって、5歳<ー>戻って同じ曲のバースをコーディとセッションやって、<ー>ちょっと間に入ってあの曲名 Too Many Times ってやつなんですけれど、それがあの去年初めてシラップとかとも。 で、そっからもう普通にシュラップといろんな曲も作ってますし。うん、そうですよね。うん、ほう、そういうことなんですね。まあ確かにそれは武器だな。当時はちょっと一個、一個いこうかな。まあちょっとシュラップの名前。まあゴーとかもね。はい。作ってますもんね。なんかこ結構、はどういう風にしき聞いていくのがいいのかなどういう感じに聞いていくのがいいかなシュラップのゴー。これはどう、どういうような経緯でできたとかあるですかえっと、それは、 なんか去年のクリスマスごろかな、はいあの、いきなりな LINE 来てミニミニ,ミニクーパーの CM の曲、5日間ぐらいでできますかみたいに言われてさ。<laughs> まずクリスマス。ま、ず次は正月。ね、<laughs> 時間ないよ。はい、やります。<laughs> そこで、はい、やりますがすごい。はい、そう、案外なんか、あの、クリスマスって日本で大した問題から。<laughs> まあまあまあま、あそうね。オーストラリアいると、その家族と過ごして仕事は絶対しない日だからね。トリだよね。完全にね。でも俺普通に25日もこう、なんかいろんな人から LINE 来てたりして。そうことか。日本って違うね、そことか。<laughs> めちゃくちゃ思ったんですけど。確かに確かに。え、で、そっからその、あの、 曲のアアイデアをなんか2つぐらい作って、うん、これで進めましょうっていう感じになって、こう俺がいろいろ曲を送って、リ、うん、リック戻ってきて、編集して曲を送って、うん、こう何回かやってるうちに GO が成り立った感じですね。うん、結構自然の。なるほどですねえ。ちなみに、まああのー、例えばウィリー・ウォンカー。 の,の 90sbaby とかもすごいあナンバーワンアルバムみたいな、はい、なってらっしゃと思うんですけど、はい、これも結構作ってですね3曲,曲5曲5曲ぐらいか5曲ですねほう、はい、それはいついつこれはもうこラアルバム作るんで一緒にやりましょうみたいな感じですかえっとこれはもうちょっとコライト的にはいはいはい,はい、はいえー、俺がただ勝手にあのウィリー・ウォンカーにスタジオ入りますみたいなっ <laughs> <laughs> 今仲いいんですけどはい、はい、でそこでいろんなセッションまあ去年中いろいろ作って まあ出なかった曲もいろいろあるんですけれど、まあ、基本2023年で作った曲が全部こうアルバムに載るようになってでもまあ結構自然ですねそれもただただその場で作ってたりどんなやつ作るみたいな感じになってうん、うん、あこういうのいいねとかレファレンス聞いたりして。 作ってでなんかゴージャスとかは最初ウィリー・ウォンカーだけでワンバースで乗っててなんか,後からイエローバックス入りますみたいなネフュー入りますみたいな感じでオーストイリのいるときに投げられてきてシドニーで編集して仕上げた感じ。はいろ、はいろですね曲によって全然違うね俺がどこにいるかも変わるから結構なんかホテルとかでやるときもホテルで編集一番多いかも。<laughs> 空港とかエアポッドでバースこうやるやるバースてマジですごいね多いですどこでも関係なくそうはああんまりねなんか機材とかあんまめちゃくちゃ詳しいんですけれどどうでもいい感じですねんめっちゃ勉強してるけど最終的にはこれどうでもいいな最終的にはんかここから出るアイデアが一番大切で機材とかはんかこれを あれ楽にしてくれるような存在であってもなくてもアイデアが一番大切だから深いです、ね、アイデアに集中してますえアイデアとかはど,どっからこう湧いてくるんですかインスピレーションとかあるんですかいやどこからな <laughs> 全然わかりません <laughs> あの毎日スタジオ入ってなんで作れるんだろうっていつも疑問に思ったんですね <laughs> 毎日スタジオ入ってもうあの正直こう<ー>コーライトとか入るとき入,入る寸前なんか毎日怖いですねうん、うん、俺,俺今日何もできないかもねみたいな でわかんないもん。どんな曲になるかさ。特に準備はしていかないんだ。準備しないですね。あ、たまにするけど、うもうなんか全然わかんない。どんな曲作るかもわかんない状態で。ほう。なんか、ただなんか、Pull up here in Hollywood とか、なんか住所来て、Uber 乗って、Session <あ>入って Yo, what's up man? Nice to meet you! みたいな。<laughs> what are we doing today? みたいな。<laughs> <ー> <laughs> こんなやつ作りたいとか <laughs> で。はい。<laughs> <あ>へぇー。だから、なんか、そう。 そのなんか不安、不安な気持ちは結構まだいろいろありますけど、なんとかここまで毎日作れたし、なんか成果は出てるから、その成果を信じなきゃって。ほい。感じですね。<laughs> うんうん、trust y o u r s e l f ー r u ね。ねうん、すごいな。いやなかなか、なかなか、あの、す,すごい、もうだから、なんか天才じゃないですかね。もう そうかな天才 <laughs> 目指しててまますす、えー、頑張っちなみに自分の中でなんかここからやってきてプロジェクトとかあそういうのがあったりするんですかこういうふうにのやってみたいなみたいな、まあまできてないけどやっ,やってきてアーティストとかはいアーティストもアーティスト結構俺,俺的にはなんかこれもまたあの日本と海外の違うところだと思いますけどなんかプロデューサーとしてあんまり前に出てくる人が いない。まあ確かにそれはそう。結構なんか奥でやってる人が多くて、うんうん、海外だったらなんかケニー・ビーツだったり、はい、メッチャーブーメンとかだったり、うんうん、こうなんかプロデューサーでありつつ、自分のなんかアーティストとか、そのパーソナルブランドもこう作っていってるような人がいて、うんうん、なんか俺もなんかそういう存在感をなんか日本の、日本っていうかアジア、うんうん、アジアの音楽業界にもいてもいいかなっていう感じで、それはいつも意識してやってますね。はい、こうなんか。うんうん 自分でもコンテンテツ出したり、ね、あの最近レオン・ファノラキスとこれからアルバム出るんですけれど「<ー>えーまあ先週エクスプレスっていう曲を出して、はいでね、でそれもなんかやっぱりこの俺がプロデューサーでありつつアーティストでありつつみたいな洋楽と邦楽をつなげたりこのアルバムも結構なんかフィーチャーは。 まあ日本のもいるんですけれど、まあ、インドネシアだったり、韓国だったり、ーオーストラリアだったり、アメリカだったり、結構いろんな言語を詰め込んだ感じで、なんなんかこのなんか日本の、まあ、希望ですけれど、うん、日本のヒップホップをこう世界の人にも聴いてもらいたいなっていう勝手な思いでなんか作ったり、はい、韓国行ってフィーチャー曲に入れたり、<ー> L 行って曲にフィーチャー入れてったり、どんどん,こうなんか僕が 日本語と英語両方話せることを一番どう有効に使うかとか,、うん、かどうやってこの,あの国境を一、うん、つずつ破いていくかみたいな、ね、日本もめちゃくちゃなんか国内でできてるやばいアーティストたくさんいるし、ね、これをなんかもうちょっと日本あ海外のアーティストとかにも受け入れてもらえたらなっては。うんうん いつうわっ結構おもろいなちなみになんかいろんなとこ旅してると思うんですけど、まあ、韓国とかそうだと思うんですけどそこでなんか面白かったエピソードがあったんですかこれは忘れられないみたいな <laughs> エピソードたくさんありますね <laughs> ええー、まあ最近回ってるのが <laughs>、うんまあ、アメリカ LA シカゴニューヨークロンドンソウル日本、うん、まあなんか LA とかはちょっと一個ずつちょっと <laughs>。 軽く言いますけどアメリカはなんか俺的にはめちゃくちゃあの初めてカルチャーショックだったえー、あそうなんですかなんか<に>あのなんか英語話せるから同じかなって思って行ったら、うん、なんか全然違うしこの<う>なんか東京って結構何でも身近にある街で,、まあでね、LA ってなんかあの電車とかバスとか、まあ、一応走ってるんですけどそんなんね,ね乗んなくてもいいようなものでうん、うん、結局なんかウーバーだからこうなんか A 地点から B 地点に移動するだけであんまりこうなんか出かけるって がなくてちょっとなんか雰囲気的にちょっとショックでしたね。ほ逆にね。そう。で、韓国とかだったらやっぱり俺はなんかハングルは韓国語話せないしハングルは少し勉強したんですよね。はい、そうだった。読める。軽く読めるけどそこで何が意味は分かんない。ああ、そういうことか。看板見てピッチャーピッチみたいな。それくらい分かるんですけれど。看板がなくて うん、だからたまになんか裏道のレストランとか韓国のおばちゃんがこうなんか料理してるようなとこ行くとなんか全然あの何も伝わらないとこあって看板ももちろん,こうなんかあの木の板にハングルでいろいろ載っててさ <laughs>、uh, This one Large, <laughs> Large or small とか言われてさ <laughs> L サイズかレギュラーって of, of what? って聞いたのよ、ね、Of what?Large <laughs> or small? <laughs> で俺なんか、あこれダメだ、ラージってさ、ラージの何かが来るわ。<laughs> 楽しみ。<laughs> でもね、そういう経験もなんか、なんか、うん、パーソナリティービルディング。そうラージオスモールは忘れない。ラージスール何のラージオスモールだみたいなね。<laughs> <laughs> あ面白いね。<ー> <laughs> <laughs> すげえな。え、そっか。えじゃあ、まあでもいろんなところ回ってるけど、まだ行ってないけど行きたい曲。 とところとかそれとかあったりするんですか行ってないけど行きたいって言ったらああでも音楽でかただ普通にああでもどっちでもいいっすよどっちでもいいっすか、うん、えまあなんかヨーロッパとかも結構なんか個人では回ってるですけど、うん、あ音楽とかはあんまりやってないっすねああ確かにストーリー見たら確かに横だ,だなん結構何かこのなんか音楽とその文化の触れ合いの感覚ではい、はい 旅するのが好きで。あなるほど。なんか音楽のためだったら、なんかどこにでも行くわっていう感じですね。なんか、あの、個人的にインドネシアとか行ってみたいし、行ったことないし。インドとかも今結構、ヒップホップとかがエグいんすね。あそうなんですか。インド。なんか、ハヌマンカインドっていうなんかラッパーとか今、めちゃくちゃ出てきててそうなんだ。あの、インド以上人口ある国ないからね。確かに確かに確かに。やっぱりその、それ、それなりに、アーティストの数も多いと思うし、ファンの数も多いと思うし、 なんか何でもいろんなとこ回っていろんな刺激を受けてうん、うん、その中でなんかいろんな人とつながって音楽を作るっていうのがやっぱりなんか夢っていうかうんあの実現中の夢。はははいはいはい、はい、<の>って感じだちなみに今までこう行って、まあ、制作とかした中で一番好きだった国ってど,ど,こ,どこですか、えーまあ、日本以外、まあ、日本は多分これてこれ日本人だから一番だけど ロンドン結構好きですね。<う>ロンドンがめちゃくちゃ、多分あの、イギリスとオーストラリアって結構文化的にも近いから、はいはい,はい、はい、馴染みがあるし、そういうことか。なんだろう、結構古い街だから、うん、あの建物とかもなんかすごい歴史が深くて、んなんだろう、パブもあるし、はいはいはい、うん。パブでビール飲めるし、<laughs> ビール飲めるし <laughs> ビールビールめっちゃ好きやビールめっちゃ好きや単純に,単純に、ね、ビールいっぱい飲めるから、うん、はいはい <laughs> 以上以上以上やばいで、ね、<laughs> え結構パーティーするえー、まあ少しまあそんなあのパリピではないですねでやっぱりなんか仕事一番っていう感じで、はい、仕事の周りに遊べるとこ遊んでうん、うん、こうなんか仕事と絡むきっかけがあればどこまででもパーティーしますね <laughs> でもやっぱりこうなんかヒップホップとかだと結構なんか真夜中とかが多くて個人的には結構きついっていうか俺はなんか朝早起きして朝8時とか家で制作とかして結構あの夜も寝るの好きすねちゃんと寝てそ起きうやっぱりなんかまあ音楽ってライフスタイルだけど仕事でもあるからやっぱりこうなんかヘルシーな。 日常生活を送った中でやんないと、なんか、ね、あの、ロンターン、どうなるのかなっては思いますね。なるほど、だからまあ、飲むは飲むけど、結構なんか、飲むビールの数とかは、あんま飲まないですね。三本とか、3本飲んで帰るかって。 ハハハハハそういう重要だよでそこら辺でコツロスが重要ですよねヘルスがないとねそうちょっとね大人になるようになり続けるように頑張んなきゃなですえ自分のんか理想みたいなさっきちょっと言ってたけど理想はやっぱそのプロデューサーとしてこう前に出るような自分のプロデューサーアルバムとか作りたいとかあるんですか 今年、レオンパナラキスと、うん、まあ一緒に出るんですけど、どね、まあそれも俺もプロデュース普通にしてる感じで、うん、まあ夢って言ったら、まあ、まあ普通に今やってることをこう続けて、うん、こういろんなとこを回って、はい、なんかいろんな人と出会って、なんかいいような経験とかをするのがやっぱり一番楽しいですね。なるほどね。 人生経験豊富な職業だとは、はい、なんかいつもありがたく思っていますね。はあ。いやーやっぱすごいですね。やっぱインターナショナルにこう活躍してる、あのー、話を聞くのもなかなかないから結構なんかめっちゃ刺激的だった。なっね、そう僕もなん,か、うん、なんか日本人と 外国人のなんか中間を保、はい、保てる限り保ちたいんなんか日本人になりすぎたくもないしの外国人になりすぎたくもないし多分そのなんか中間で存在するのにもめちゃくちゃメリットあると思うからまあそうですねああなるほどっすねちょっと最後一回聞きたいのが、はい、なんかパワーパックみたいなの出してるパワーパックあれはあどういうものなんですかこれはやっぱりなんかあの 自分でもサンプルパック出したいとかずっと思っててなんかやっぱりいろんな曲を作るにつれなんか自分でもいろんな音を作るじゃないですかで,す、ね、でなんか自分が好きな音は結局いろんな曲に使ってんなんかどんどん,なんか自分のシグネチャーになっていくっていうのはあってはい、はい、でなんかここ何年間でいろんな音を作った中うん、うん、なんかこれをなんかいい感じにパックにまとめて配信しようかなって思ってはいはいはい、はいえー まあ、パワーパック、ボリューム1。1> うん、かボリューム2もいずれかは、うん、ちょっとあの<ー>出すと思うんですけど、はいはい、とりあえずボリューム1で、あの俺のビートとかにいろいろ入ってる、タッチとかでも使ってるサンプルとかも、<ー>あのパワーパックの中からなので、あそうなんですねいろいろ入ってる感じですね。なるほどですね。やっぱプロデュース,としプロデュースするときとかに、やっぱそういうサンプルパックみたいなやっぱ結構使えるの方がいいですかそうですね。だからそれはもちろん、いろんな他のプロデューサーのパックも持ってるし、うん なんかスプライスとかサブスクのアプリとかからループとか、うん、サンプルとか入れるのも多いしうん、うん、あとは自分のも欲しいなみたいなまあもちろんそうですよねプロデューサーとしてもなんかブランディングの視点からもか自分のパックあればいいかなとか思って、はいうん、なるほどですねいいっすね作りましたいいっすね買ってくださいぜひぜひえ将来の、まあ、今プロデューサーみたいな人たちとかにちょっとアドバイスみたいになってアドバイスはいやでも結構その いつまでもこう自分の実力をあのさらに進化していかなきゃだめかなとは思いますね。やっぱある程度こう音楽業界入ったらみんな普通にあのクソやばいやつだからまあそうねこうなんか自分もこう実力遅れたくないし。<laughs> うんうん うん、やっぱり今でも毎日なんかチュートリアルとか見て新しい知識をさ朝 TikTok とかも、うん、アイリールスとかで、うん、へえこんなこんな設定あったんだとか習ったりしてでまあそれとあとこう人の人との接種の仕方とかですかね、うん、やっぱり、うん、こう家でビート作っててもあのそれを どう人と繋がってるかによって、プロデューサーって売れてくるもんだと思うので、まあ、確かに、ね、なんかいろんな人といろんな感じで、いろんな友達、いろんな思い出、うんうん、いろんな場所みたいなの方がいいと思いますね。<ー>プロデューサーとしては。<ー>うん、なるほどですね。いやー、めちゃくちゃいいアドバイス。ちょっと、まあ、海外にあの行きたい方、まあ、プロデュースしたい方、ぜひぜひね、あのタカペリ。ー インスタグラムで結構なんかビート返すとかもしてるし、はい、しコンテンツも出してるんで、はい、ぜひぜひあのチェックしていただけたらなと。ありがとうございます。TikTok とかもやってます ?TikTok もあります。TikTok もありますね。どこでもいます。どこでもいるんで、ぜひぜひタカペリーでおしゃべっていただけたら見えると思うんで、曲もぜひ聴いてもらってフォローしていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい、ますお疲れ様です,す。ということで、また違いの演奏でお会いしましょう。Peace!Peace Peace out!